チンスコーニグルグルをチャップ何が出るかはお楽しみ名店とシエルのおじいちゃんブルーイエーイ。皆さんこんばんは、メイケンとシーゲルのおじいちゃんぷるのお時間が今夜もやってまいりました。今夜も早いですね、1週間ね、はい、あっという間でございます。どうしたんでしょうか。ネタがないままに次々に行かなきゃいけないですねでも毎日息をして暮らしていることには変わりないので、いろんなエピソードがあります。あの先週のね、油を飲んだようにこう、饒舌に舌が回ったシーゲルからして、今日はちょっとね、おとなしめでいこうというかね、おとなしめというかね、俺はテンション高かったですからね。そう、今日はどっちかっちゅうと低いわけよ。低めね、人生ね、やっぱりいろいろあるね、まあ、あるね、浮いたり沈んだり。そう沈んだり沈んだり。そう、沈んだり。今年ね、屋根付きの屋外、施設っていうか、まあ、ステージがもともとあったんですけど、そこの上に屋根をかぶせたという、ウィングドープ泉っていうね、施設がね、こけら落としをして、その発表の場で僕は司会をさせていただいて、司会のくせに、歌いますって言って、ウィングドーム泉のこの歌をね、今聴いていただいた歌を歌い散らかした。変わった司会者ですね。そうですね、もうズーズーシーンにも程があるという、程があると思いますね。主催者としては、ね、主催者なんで、あなたのショーじゃないんだけど、これウイングドームのこけら落としですね。こけら落としなんですけど、まあ、しっかりね、僕の後には泉市出身で、踊るポンポコリンだとか、思い出の九十九里浜を歌われた、宇徳恵子さんがね、ちゃんとしたゲストがいるじゃないですか。ゲストが控えていたにもかかわらず、司会者がド頭で、ウィングドーム泉の歌をフル尺で高らかと歌い、ここのこけら落としでゲストも待ってるっていう司会者が、はい、なんちゅうことをしたんですかね。ズうずしいですかね、やっぱりね。まあ、それ普通相当ズうずしい。ズうずしい。ゲストの人もね、やっぱね、平静な気持ち、そうそう、平穏な気持ちではね、聞いてられますよ。普通袖で待ってて、なんであいつが歌ってんのってなりますよね。そうなる、まあ、そんな、そういうシゲルじゃん。そう、珍しい町、泉です。泉の観光大使ですから、一応ね。はい、一応、まあ、そういうのもあって、まあ、皆さんにご容赦いただきながら、司会者のくせに歌うと。なるほど。まあ、ここへ至るね、そういうことまで許されるようになったシゲルちゃんですが、子供の頃ね、かなり目立っていたっていうか、そのね、いろんな大きなとこから声がかかったり、スカウトがかかったりっていう、その辺のことをね、ちょっと今日は聞きたいんですよ。これリスナーさん需要ありますかね。いや、これね、ないと思いますよないけど、人がほら、でもね、歌手になったり売れたり、我々そうなってないだけですけど、ね、今からなるかもしれない、でもほら、こう音楽に興味のある人ぐらいいますからですね、まあ、何がチャンスかわからないですよ。まあ、いろんな意味でこう失敗した僕みたいな例もお話ししながら、まあ、そういうこともあるんだよっていう参考にしていただければね。じゃあご幼少の頃、ご幼少、声がかかるまでどんなことをしてたんですか。いや、昔からね、うちの親父が、そういえばね、同じ大学なんですよ。先輩なんですよ。同じ大学なんだ。そう、明慶さんとうちの親父は同じ大学。H 大学。H大学ね。はい、H大学の頃から、まあ、英語はネイティブ並みにベラベラ喋れたみたいで、どっか横田基地だかなんだかの、まあ、通信士のアルバイトしてたんですよ。そう、写真が残ってるんですけど。で、それぐらい英語が好きで、で、物心ついたぐらいの時からこうレコードプレイヤーがあって、まあプレスリーだとか、そう洋楽のレコードがあって、はい、かかってたんです。だから泉で、そう、泉で。いや、それすごいね。そうで、まあなんだけれども、やっぱ田舎じゃないですか。田舎でそのポール・アンカとかプレスリーとか、まあ覚えて歌ったにしてもウケないわけですよ。で、僕は子供の頃はそのアニメとか子供番組の主題歌とか歌ってたんだけど、これまたのど自慢で需要がないわけですよ。ああ、よかったね、なんとかちゃん、ありがとう、かわいいね、とかで終わっちゃう。評価が結果に結びつかないわけですよ。僕は優勝のトロフィーとか賞品とかが欲しかった。で、小学校3年の時までは、
やっぱりその年相応の歌を歌ってたんだけど、うん、全然こう箸にも棒にも引っかからないと、うん、うーんちきしょうということで、うん、小学校5年の時にはたと気がついたんですよ、うん、あこれは大人に媚びへつらうジャンルとしては演歌だろうと、うん、気がつきまして、うん5年生の時の春ぐらいだったかな、うん、あのデパートのね、うんのど自慢があってその時に殿様キングスの涙のミサを歌ったんですよ、うんうん、あなたのために守り女だからだいぶ端折ってくれましたね、今日ね。そうそうそう、だいぶ端折りました。頭と最後だった、ね、そうそうそう、多分止めてくれないだろうと思ったから、うん、頭とケツだけ歌いましたけど、うん、そう涙のミサを歌ったところがぶっちぎりで優勝したわけです ね、うん、やっぱね小学校5年の時ですからまだ10歳。いやそれね、10歳で歌うのもそれはすごいけど、うん、受け狙いに行って、うん、また優勝までしたっちゅうのが偉いね。そうだ、やっぱりなかなか計算づくで歌うからには結果が伴わないとやっぱりこう、うん、ね、プライドが許さないみたいなのがあって、うん、そう、まあ、この歌歌ったら、うん、俺の右に出るやつはいないぞっていうところまで一応歌い込んで、なるほど、歌ったわけ。その一曲にかけたわけよね、かけましたね、子供ながらにね、うん、で、でうまくいって、そううまくいって、ね、うん、バー優勝しましたとかって言って、うん、まあその時に準優勝がね、うん、一つぐらい年上のすっごい小学生にしてはね、うん、かわいいね、さっきゆるパーマーかけた美しい女の子だったんですよ、うん、で歌も抜群にうまかったので、うん、いや僕は負けたと正直にその時は思ったのね、うんうん、なるほど、うん、でも結果はあの翻って僕が優勝でその子が準優勝だったんです、うん、その可愛い子のねちょっと悔しがるね表情がね、うん、忘れられないですね。そこね、そう、そこね、僕よりタッパもあってね、すごくなんでこんな田舎にこういうなんかノーブルな感じの子がいるんだろうって当時もう目を見張りましたよ。ちょっと優勝したらもうちょっと上から目線でちゃんと余裕をかまして、そう余裕をかまして見てたら余裕があったんだね。やっぱりでもねそのオーラ放ってるオーラっていうのはまがいもんじゃなかったですね、うん、あの後にその子はですね、うん、アナウンサーになりました。アナウンサーね、うん、歌とは違うけどまあ似たようなもんだね。そうそうそう、声を出すちゃんとお仕事をされて、うん、非常に活躍なさったんですよ。あ、そうですか。で優勝したシゲルちゃんはどうしたんですか。うん、まあその1回くらいじゃスカウトとか来ない。来ない。いや僕はそれで、うん、自分の目標を達成したと思っていたんです。うん、ところが、うん、僕の知らないところで、うん、僕の親父に火がつきまして、お、お父さんが、お、うん、こいつはいけるぞということで、あっちののど自慢こっちののど自慢。まあ、応募しまくったわけですよ。 お父さんが、はい、お父さんが応募して、うん、そう僕は大人に取り入って媚びへつらって、うん、優勝をもぎ取って、うん、それで満足したんです、うんうん、あこういう手法だとこういう結果に結びつくんだなと思う、うん、一つの、ね、ケースが確認できたので、うんうん、それでいいやとデータ取りのつもりだった僕は、うんうん、なるほどね。だからこれが他の案件にもあの水平展開で当てはまるなと思って満足してたら、うん、気がついたら週末ごとに土佐回りみたいな感じであっちののど自慢こっちののど自慢で、うん、お父さんの渡り、そうそう応募してて、うん、まあ季節にもよりますけどね、うん、季節にも高はありますけども、うん、そうやって5年生の時から6年生の時まで、うん、結構忙しく走り回っていたんですね。小5、6ですからね。そう、小5から5、6の話。そう、そうなんですよ、うん、でもちろん僕は自転車しか乗れませんから、うん、移動する時は親父が車を運転してて、まあうん、マネージャーよろしく2人で、うん、あっちこっち駆けずり回りましたね。ステージパパだったの。ステージパパでしたね。でそのうちにもうあののど自慢大会に出入り禁止みたいな感じになって、うん、あんまり優勝するから、うん、お前が切ったら勝負になんないからもうやめてくれと。なるほど。で出場はしてくれるなって断られたんですよ、うんうんうん、すごいね、まあ、それもまたすごい。泉市ののど自慢にも、うん、もう出てくれるなと、うん、まあ、でもお前の歌は聞きたいと、だからあのコンクールがのど自慢が終わった後のゲストで出ろということになった。小学校6年の時にはそう6年生のだから写真残ってますけど、半ズボンで坊主頭で、片手でマイク持って片手に花束持ってる僕がいますもんね。そうですか。そうでスポットライトを浴びてのきるこう大人たちが出てるのど自慢のまあゲストを飾ったわけですよ。
もうすごい話だね。一番華やかな。だから僕の人生のピークは11歳。あ、11歳ね、うん、あとはずっとひたすらそこから結局は、ね、順調にその落ちていった。はい、順調に階段が降りるように。そう、重力にこう逆らわずずっとこうなだらかな下り坂を転げ落ちて今に至ると。そうそうそう。まあね、皆さんラジオを聞いてる皆さんも、うん、この人生の最高峰が11で来ると、はい、もう大変です。きついっすよ、あとが。と下り坂だから、うんうん、それに比べればリスナーの皆さんはみんなまだまだ上り坂。そう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 、まだ上り坂だから、うん、いいね。まだ上ったり下ったりできる。僕は11歳から下りっぱなしだから、うん、もう実は海抜0メートルから下に行っちゃってますからね、うん、あ、なるほどね、うん、もう地下に潜ってますから、もうどうしようもない。そうですか、分かりました、うん、はい、じゃあちょっとここで、はい、メイキングバンドのもう、うん、ずっと下っていって、うん、で海まで下ったということで、はい、首折れサンバをそろそろね、この首折れサバ、うん、鹿児島の屋久島とか種子島とか、うん、この界隈で美味しい、一番美味しいんです。まあ日本で一番美味しいサバだと思ってますけども、うんうん、そうですね、この首折れサバという曲を首折れサンバというタイトルで歌った曲です、うん、メケンバンドで首折れサンバ、はい、どうぞ。こんばんは、メイケンとシーゲルのおじいちゃんぷるのお時間が今夜もやってまいりました。はい、ね、皆さんお待ちかね、もう何週目か忘れたんですよ。5週、6週、6週目ぐらい、6週目ぐらいですね、ですよね、ぐらいっていうところが緩くて、うん、ね、そういうところは我々が人生でいまいち成功できない要因。まあね、何回かあったんでしょうけど、うん、前回のことも覚えてますから。前回のね、何でしたっけ、シゲルちゃんがね、うん、なんとこともあろうに11歳に、うん、の小学6年生なのに人生のピークまで行っちゃいましたね。もう、うん、なんかのど自慢嵐で、はい、バンバンあちこち出てるうちに、そうのど自慢の出禁になって、そうもう歌わせてもらえない、歌わせてもらえないそのね、順番つけたり優勝したりそれはできないけど、うん、ゲストになったという小学6年で
そうですね、その辺のピークの話をもうちょっと聞きたいんですけどね、うん、そう、メイケンさんが聞きたいだけで、そうそう、俺が聞きたいです、ね、メイケン の, あ, のあれはないと思いますよ予防はないんですよ、そんなラジオってある、いやいや、ニーズがない話を永遠とするっていう、ね、いやいや、小学11年でピークっていう話は結構なすごいことですよ、まあ、いろんな思い出がありますよ、うん、もうほら今は亡き、うん、長島の泉区長島町の、うん、今もう平地になって更地になってますけど、はいはい、国民宿舎長島っていうのがあって、ああ、もうそこのね、うん、ビアガーデンのステージにはもう何回も呼んでいただいて歌を歌わせていただきましたよ、超面白いですね、半ズボン、ローカルの半ズボン着た坊主の小学生が、はい、多分ねこれラジオでも YouTube でもね、そこに行った人一人もいないと思いますよ、うんそれはないかない、もうそこでビアガーデンで、そう、うん、皆さん行かれたことありますか、国民宿舎長島のビアガーデン、あったらメールください、そうそうそう、ね、泉にはね覚えてらっしゃった方がいらっしゃったんですよ、しげる君歌ってたよね確かねって、そうですか、そうですか、大人になってから、大人になってからその話をね、懐かしむ人の話を聞いたりして、まあ、そういう感じで、あっちこっちで歌っていたんですけれども、うん、そのお花祭りって大きな祭りが鹿児島にはありますね、鹿児島では最大のお祭りですから、そうですね、もう11月3日ぐらいですからね、そうですね、もう、ね、うん、真っ盛りの頃ですけど、そう、真っ盛り、この季節、うん、お花祭りで、お花祭りですか、そう、昔はね、その、うん、お花祭りののど自慢大会っていうのがあったんですよ、なるほど、そう、鹿児島では結構大きな規模の、うん、だから県内1円から応募者が集まりますので、もちろんあの1週間ぐらい前に、うん、11月3日が本番じゃないですか、うん、それ1週間前に予選があったんですよ、うん、それ予選に行ったところがですね、なんと予選に応募した人たちが253人いた、うん、結構なね、はあ、結構です、結構ですよそれで、まあみんな大人なわけですよ、うんうん、だって知ってるから、うん、毎年お花祭りののど自慢は、なるほど、こうすごいこうのど自慢の大人たちがね、うん、集まってその自分自慢の歌を競うっていうことで、まあさすがにねちょっとビビりましたね、 うわそれがやっぱり253人もいる予選ですから、アカペラでワンコーラスずつ、うん、もうなで切り方式で歌って、ところてんみたいに、うん、はいどうも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 とかって言って、うん、次々こう終わるというね、うん、感じで、だったんですけど、その時に、まあ、僕もワンコーラス歌って、うん、これはさすがにあかんやろと、250何人もいて、うん、本選に選ばれるのが15人でしたから、うん、まあ10倍以上のね、うん、倍率じゃないですか、10何倍のね、うん、まあ変える用意を心の中でしてたら、うん、自分の番号が呼ばれたわけですよ、15人の中に選ばれちゃった、それで1週間後の本選にまた来てくださいということになって、そう、本選はまあともかく、うん、予選の253人、うん、それはワンコーラスとはいえめちゃめちゃ時間かかる、めちゃめちゃ時間かかりますね、うん、もうそれまあアカペラでパッと歌うと、その歌うっていうのはそのくらいだけど、うんうん、ね、順番が来てどうぞって言ってくる、そうそうそう、そ3時間とか4時間とかかかるんですか、ね、うん、もっとかかってたんですけど、まあ、うん、まあもちろんそのほら番号が割り振ってあって、うんうん、1番から253番まで同じタイミングで来なさいってことはおそらくなかった、なるほど、まあ覚えてませんけどね、小学校の頃だったから、うんうん、まあ、あのでもかなり待つことは待ちましたよ、うん、その前後の脈絡を見ながら、その、うん、のど自慢の予選の雰囲気っていうのをつかむっていうのも大事な作業ですから、今で言えばね、カラオケ大会みたいなもんですよね、そうですね、その頃はアカペラで、それでまあもうことのほかね呼ばれちゃって、思いのほかっていうか、で1週間後の1週間後の本戦、はい、まあ、どうでしたか、場所覚えてないです、なんかね広場だったんだけど、うん、まあ、小学生のこともあって鹿児島に市内に住んでないっていうのもあるので、うんうんうん、どこでやってたんですかね、まあ、とにかくその広場みたいなところで、うん、あって、うん、まあさすがお原祭りののど自慢の本選ですよね、うん、当時ねデビュー直前の高田瑞江さんがいらしてたんです、うん、ゲストで、うんうん、もう今もう明日明後日デビューしますみたいな感じだったんですけど、うん、まあ、その高田瑞江さんについて九州 の, その興行師イベンターの方だとか、うん、まあ、東京中央の芸能事務所の方だとか、うん、スカウトマンの皆さんっていうのが結構来てらして、うん、でそういう人たちの前で、15人が自慢の歌を競い合ったと、うん、
ということでね、まあいずれ劣らぬ強者ぞろいということで、うん、まあ、もちろん15人のうち子供は僕一人、うん、まあそうでしょうね、うん、でまあ自分のやるべきことはやったと歌い切ったと思って、うん、まあおはら祭りのこの晴れがましいステージに立てただけで満足じゃと僕は思ってたんですね、うん、はいはい、うん、ところがまあ音声データ残ってますけど、うん、カセットに録音した模様がね、うん、優勝は小野茂君です。その瞬間お親父がね、ライオンみたいに絶叫おたけびをうわーって俺より喜んでましたね。あ、俺もね、そんなの似たような瞬間がある、うん、ポピュラーソングコンテスト、ポップコーンっていうのがあったんで、いつも鹿児島大会で負けてたけどね、はい、あのまあ、勝ち抜いて、うん、で九州大会行って、九州大会でもまたあのいつも壁があるわけですよ、うんうんうん、あの小坂京子さんっていう人がいてね、あれあれ、私はいつも優勝してる頃だったんですけど、ね、うんうん、3回目か4回目ぐらいのチャレンジでね、うんうん、あの北九州のなんかなんとかホールってとこで、うんうん、グランプリはっつってね、当時のバンド名はケチャップという、呼ばれた時にね、うん、その、まあ、田舎者が4人その、うん、あのステージというか客席にいたんですけど、はいはいはい、俺たちだっつってね、うん、その残りの3人に、うん、本当に蹴飛ばされたみたいで、うん、お前行ってこいっつってね、うんうんうん、もう本当に、ね、絶叫しましたね。似てますね、お父さんと ねそれは。いや、もうお父さんがもうわーってなって、わーって言って、まあ、僕はまあ半ばキョトンとしてって、うんうん、大丈夫なの俺でって正直思いましたね、うんうん、すごいね、おはら祭り、鹿児島で一番だからね、祭りとしてはね、うん、まあラジオの放送もあってね、うん、非常にだこう夢のような1週間ぐらいを過ごしました、その後ね。それでそれを見てた人から声がかかった、うん、それいくつですか、小学6年の秋ですか、11歳だった。あ、まだ11歳だ。ですです。でその時にその東京の、うん、まあ、事務所なりスカウトマンさんなんかとお話もし、うん、させてもらって、はい、一応お声かかったんですけど、うん、まだいかんせん声変わり前ということがあって、うん、いざ声変わりしてしまったらねえ、ダミ声で使えなくなってましたみたいな恐れもあるので、うん、まあ、とりあえず様子見ましょうということになったんですね、うん、なるほど、うん、で、まあ、中学校に上がりましたと、うん、まあ、すっかり僕はあの親父みたいにそのおたけびあげるような喜びっていうのはなかったので、うん、まあ一種の達成感はありましたけどね、うん、で中学校に入って、まあ、そのまま地元の大学を出て英語の先生になりたいっていう自分なりの青写真を描いてたんですが、うんうんうん、高校に合格したぐらいのタイミングで、うん、まあ、そのスカウトマンの方から連絡が来たんですよ、うん、編成期は終わってるんでしょみたいな感じで、うんうん、まあ、で直接僕に来たわけじゃなくて、もちろんあの親父に来たんですけど、うん、まあ、実はそのスカウトの人と親父とは結構もう蜜月な関係で、うん、それまでも連絡取り合ってて、段取りがもう決まっちゃってたわけですね。で、ある程度入れ込んでたわけですから、そう、もうレール敷かれてしまってから、うん、あの本人に通達というような感じの後出しじゃんけん的な段取りになってて、うん、僕はそう首ひねりながら、まあ、親父には俺はその英語の先生になりたいから大学に行くって話をしてたと思うんだけどなとか思うんだけど、まあ、親父としてはもうなんか熱にうなされたようにもう舞い上がってるわけですよ、うんうん、いやこの勢いをくじくと他の家族に被害が及ぶなというようなタイミングになってきて、まあ、あんまり色よい返事をしないもんだから、まあ、ちょっとやさぐれたように親父がなっちゃって、うん、ね、あの弟を張り飛ばしたりし始めたからほら僕自身は商品だからなるほど、横っ面張り倒せないので弟にやり始めたんですよ。だからこれは病気だもうと思って、あ、もうじゃあもういいいいいいって言って、うんうん、弟が傷つくぐらいだったら俺上京すればいいんでしょって言って東京に出たっていうのが本音です。もともとほらメゲさん知ってるけど僕人見知りじゃないですか、うん、根底にあるものは、うんうん、もうできれば一人でずっとこもっていたいっていうタイプなので、うん、なその芸能界っていうようなところでスポットライトを浴びるっていうのはあまりだから自分の趣味ではなかった、うん、その のど自慢に歌うっていうのもそういう こう人間心理とか、うん、その社会情勢とかいう縮図があって、うん、まあ、それの検証の意味で僕はやってたので
小学6年生ですか、ね、あのというようなことでね、あのあもう上京することになりました。このあとは後半戦でちょっと話をしてもらいたいと思います。